平山茂の大丈夫だよ月曜日企画。こんにちは、平山茂です。今日は10月11日月曜日でございます。現在時刻は1時55分。さあ皆様、月曜日でございます。本当にお疲れ様でした。今日も1日お疲れ様でした。そして大丈夫ですよ、あなたは大丈夫です。あなたは大丈夫、大丈夫です。本当に本当に大丈夫です。大丈夫ですからね。さあ今日は月曜日ということでロト6でございます。ロト6、本日も買ってまいりました。スッとロト6を買ってまいりました。今日もロト6買っておりますよ。5口1000円分ロト6を買っております。ということで今日は気合が入っております。今日は最低でも3等を狙っていきたいと思います。最低でもね、最低でも4等すら当たったことありませんが、最低でも今日は3等以上が当たります。なぜならばそんな気がするからです。十分、それで十分、絶対今日は3等以上が当たる、そう確信しております。はい、さあとにかく私は、毎日毎日大丈夫だよ大丈夫だよって皆さんにねこう言いながらもですね、月曜日この日曜日仕事休み終わりのこの月曜日、なんかねちょっと皆さんこう気持ちがあんまり乗らない、あんま仕事行きたくない、学校行きたくない、そんな方多いんでね、月曜日に楽しい企画を持ってこようじゃないか、そんなことで月曜日にこのロト6企画をやり始めました。まだ5等しか当たったことありません。いいんです、そんなことはいいんです、楽しければいいんですね。ということで今日も買っておりますから、今日は絶対に当たる、絶対に当たるもんねこれ。さあということで結果発表に行きましょうか。まだ2時か3、4、5、6、7、発表までまだ5時間ありますけども、私は普段はね軽配送の仕事しておりますけれども、あと1ヶ月で職を失います。そんなことはどうでもいい、どうでもいい、職を失うというか今の仕事がなくなります。まあそんなことはどうでもいいんです。とにかくこの今機運絶好調の私が皆様にプレゼントをお渡ししたい、そういうことでございます。そういうことなんです、もうとにかく配りたいんです。ということでいきましょう。それでは結果発表です、です。いきましょう。さあ結果が出ました。今日はですね、一等出てますね。今日の結果をこちらにどうぞ。さあ一等二口、一等二口出ております。5億6384万5400円、二口出てますよ二口。1、3、10、12、26、42、13、買った気がしますけども、どうなんでしょうか。さあ見ていきましょうか。ちょっと怖い。さあここですね、ちょっと見にくいかもしれませんが買っておりますよね。一個ずつ順番にオープンしていきます。ちょっと待ってください、ちょっと緊張しております。ちょっと失礼しますよ。さあこんな感じでこの辺に見せていけば大丈夫ですかね。さあ行きます。一口目、僕としては多分一口目は1位を選んだ気がするんですが、どうでしょうか。ズドン、16か、16、17、22、41、外れ。二口目ドン、2、7、17、22、32、
34。ん？おかしいな。さあ、いきますよ。3口目。どや！ 5、16、25ですか？ 29、30、32。4口目がどーんどん。67、29、34、35、41。なるほど。ちょっと見えてるな。よし、ちょっと待ってください。いやー、ちょっと待ってくれ。おかしいぞ。おかしいな。最後の5口目はクイックドン。はい。10、11、12、14、25、34。え？残念！残念でございます。あれ？おかしい。41じゃなくて42でしたか。いやー、ちょっとこれは。いや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 。1、3、10。12。なるほど。すいません。すいません。残念でございました。まあでもね、今日は一等、当たった方、おめでとうございます。おめでとうございます。すいません、また来週頑張ります。今回大外れということで、さ、大丈夫ですね。また次回。あ、これはあれかな、木曜日に買うやつかな。あ、これ木曜日に買おうとしてたやつかな。そういうことかもしれないですね。ちょっと木曜日にまた買おうかな、これ。同じやつを。うん。木曜日用だな、これな。いや、間違えちゃったな。間違えちゃった。いや、でも今日は本当すいませんでした。また次回、お楽しみに。ということで今日は、この辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。すいませんでした。ということでまた明日、おやすみなさい。平山茂でした。